つくばロープウェイメディアを再生する、つくばロープウェイ。つくばロープウェイは、茨城県にあるつくばを登る、同県つくば市のつつじが丘駅から女体山駅までを、結ぶつくば観光鉄道のロープウェイである。つくばの東方の峰、女体山を登るロープウェイで、つつじが丘駅は、つくばスカイラインの終点近く、女体山駅は、女体山山頂近くにある。 つくば山ロープウェイの飛行断面図途中鉄道を2本通過する。2本ケーブルが設計制作。軌道は登山道のお立つ石コースと並走、白雲橋コースと交差しておりところどころで登山道の様子を見ることができる。20分間隔で運行され、他客時には連続運転を行う。始発は9時20分前後、周発は16時40分前後であり、 季節や曜日によって変動する。夏休みや元旦の特別運行もある。検査時などを除き年中無休。所要時間6分。クア社製のゴンドラは、それぞれ1号機が白、2号機が赤に塗装されている。1号機が西側。つつじが丘駅で入り口のつつじが丘レストハウス、筑波山南東方中腹の標高542メートルにある。所在地は、 茨城県つくば市つくばであるが、同家に岡おかしに接している。パスもを含む、交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カード9種類による乗車券引き換えが可能。食堂、つつじがおかレストハウスが併設されている。つつじがおかと、通称される中原の平らな土地にある、当駅は、つくばスカイラインの終点で、自動車交通とロープウェイの接続点。 あるいは登山口の一つとして、ホテル、食堂、休憩所、駐車場、公衆トイレなどのサービス施設が備わる観光の拠点となっている。筑波山神社拝殿周辺の門前町と比較すると、建物数は多くないが一棟の面積がやや大きい。除退山へ向かう登山道、お立つ石コースの東駅付近には高木が少なく、山頂方面の見通しが良い。 つつじが丘全体は一つの有料駐車場であり、駐車時間10分を超えると料金が発生する。他客時の筑波山シャトルバスには、貸切使用者が入ることもある。筑波山シャトルバスのつつじが丘停留所が、つつじが丘駅前にあり、筑波駅方面を急行運転で結んでいる。女隊山駅筑波山の女隊山山頂南方、標高百四十メートルにある。所在地は、 茨城県つくば市、つくば、除隊遺産の峰に位置する。山頂までは山道を登ることになる。山頂は突き出た岩が露出しているが2012年末から木製の手すりが設置された。ケーブルカー駅等のある南台山側まで山道、山頂連絡路があり歩いて行ける。山頂付近には間違った方向へ下って、しまわないよう確認を呼びかける看板が建てられている。 案内標識には各方面の参道の注意事項が書かれている。当駅から筑波山ケーブルカー、筑波山頂駅までは下り坂の参道を歩き、徒歩約15分。ありがとうございます。